たちベイビートゥルフです。ミキミキです。ヤコです。ダネミカミンです。マツリです。はい、今回はこの5人でワンナイトをやっていきたいと思います。イエーイ。ルールの方どうぞ。そのままだとしても村人3人でおかしいから、うん、まあ、テルテルがいるか怪盗が変えて潜んでるか、ね、狼になっちゃったってことですか。うん、テルテルいるんじゃない。テルテルいないんじゃない、うん、何もしてない。まあ確かにこの三上テルテルで当てちゃった、うん、とこはあるかも、まあ、それかチョコテルテルはあるね、うん、チョコテルテルだったらやばい。あ、チョコテルテルで釣られたい。ミカミンテルの世界って何。ミカミンと私とミキミキとトリちゃんの中にいる誰かがニジンロウで、適当にテルテルに人狼って言っちゃって、うん、チャコテルテルだから何も言わないはある。あ、私が人狼で、そうするとミカミン人狼になるってことだよね。そうそうそう、で怪盗占いの精査の場合は あんまないか。でもそれはそうなる、それもある。でも怪盗占い精査、でもミカミン、まあでも人狼、まあわかんないね。人狼、そうか、まあ、人狼っていうか、じゃああるとしたら私ミカミンとトリちゃん人狼かなってちょっと思ったのは、なんか最初のやりとりでなんか喋ってた感じがなんか仲良さげで、え、本当は仲間かなって思った。それぐらいしか分かんないけど、だからそうだとしたら、ミカミンとトリちゃんに。いや、あれをね、仲良さげと言ったところはね、ちょっとチャコね。なんで仲良しじゃない。公開したからさ。そう、だから、なんか、イチローだったら言っていいんじゃないって思ったんだけど、うん、でもそうじゃない可能性もあるから、珍しいね。まあ、私、人狼なんですよね。ん、一人狼か。あ、やば、マジか。わからん。あらあらあら。じゃあ、私は偽物なの。おー、で、チャコも人狼じゃないんだよね。そう、わかんない、それは。え、でも一人狼だったからそうだよね。ミキミキ目線。あ、変えられたと思って出てきた。そうだよね。どういう世界。そう、ミキミキ目線は、ミキミキ目線は、ね、そう、何者か、占い師ではないと思っている。テルテルは、普通の占い師ではない。偽物で、だって一郎って主張してるってことは、そうだよね。テルテルが濃厚かな。テルテルか、自分と変えた回答か。自分と変えた回答か。人狼がテルテルじゃない。そしたらテルテル、でも自分で変えた回答でさ、チョコに黒って結構強すぎる仲間かもしれないから、うん、確かに、うん、そう見た方がの目線が一番ミキミキ人狼がどうなんじゃないかもしれないだからあんまり言いたくなかったんだけどミキミキつったらダメあ、いいよ、でも私ね、あの人狼だとしたら、さっき誰かが言った、てるてるに人狼って言っちゃったんじゃないっていうパターンを、あの自分が恐れずにやったことになるし、てるてるだとしたら、誰も出てない中で、一角になるかもしれないのに、芯を取るかもしれない占いで出ちゃったっていう。あ、でも取り下げできるかなって思うから。あー、気にしてなかった。でもしてないよ。多分、三上目線をミキミキてるてるとかじゃない。そうだね、知られないから出てきた。そうだね。で、チョコが人狼の仲間で、私とトリちゃんに見てるの、うん、仲間がいる。だから普通にチョコ釣りでいいと、私三上人狼で、トリちゃん人狼、うん、ミキミキテルテル、私テルテルって思ってる。もういいけど、テルちゃんいいけど、ね、え、三上テルテルだと思うの。いや、テルテルか怪盗どっちかなって。トリちゃんどう、どっちだろうっていう感じ。ミキミキさん釣るのもありだし、ね、あ、そうだね、そうだね、
変えられたと思って。ミカミンからしたらミキミキってまだテルテルだな。ダメだな。なんだよ。だってミキミキそうだねって言ったら言えないでしょ。うん、いや一瞬考え変えたとか思ったんだけど、うん、ないわ。この主張はないから普通にチャコでいいんだ。え、私ミカミン投票しちゃうよ。いいよ。なんで？え、ミカミンでいいのかな？人狼だと思う。人狼だと思う。普通にね。でもテルテルだったら、うん、私はチャコが人狼で。え、ミキミキがテルテルだと思ってる。フィックスです。占い不正ね。みんな違うこと言ってる。分かんないの。分かんない。それ分かんない。多分村人が分かってない、これ全然。実は、あ、そうか、そうだね。一番主張するって何？本当に一番なのかな。どう変えられたと思ったんだよ。だってさ、分かんない。テルテルある？あるけど、自分に目がいかないと思ったテルテルかなって私は思っちゃった。三上本能ならテルテルだけど、三上偽物なだって。ちょっとしちゃおうかな。いいだよ、ね、黒打たれて。どうする？何も言わない。ええチョコテルテル。えはい、議論時間終了です。それでは、人狼だと思う人を指さすようにしてください。いきます。せーの。みこみん刺してると、2人。ちょこ刺してると、2人。で、まつりちゃん。まつりちゃん。まつりちゃん！では、みこみんとちょこちゃんが追放となります。では、同時に分けてみてください。せーの。てるてるでーす。ええやったー、てるてる勝利でーす。うまーっ。なるほど。では、まつりちゃん開けてみてください。村人です。さりちゃん開けてください。はい、村人です。みきみき開けてください。ちんだねー。あー、すごい、はい、みかみ真ん中が占い師と人狼でした。あー、いや、でもね、みきみきが一郎使用した時はやべって思ったけど一郎使用、いやそうか。いや、なんで私みこみにてるてるって自分で言っといて投票しちゃったんだろうって思っちゃったわ。やった。あー、日は人狼のままで回答だった。だ、ね、私がてるてるのチャコと交換してテルテルになってたね。はい、なあ、テルテルだと思ってる人が2人いた。そう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 、ね、で、てるてるにこれを打ったらおもろいと思った。うん、おもろいって思った。おもろいね。おもろい。釣られに行くし、自分も釣られたいし。そう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 。でもね、対抗とか出てくるかなと思ったら、意外と一角だったから、あ、結構これ芯取っちゃったらどうしようと思って。だったね、そう、狂った人がいっぱいいました。ねえ、ね。面白いした。出ない方が良かったのかな。いや、でも出ることで私がやばいって思ったから、うん、なんか出る結構真実にたどり着きそうになった。そうか、ね、変えられてる目線あるもんね。ミキミキ目線。確かに。そうだね。難しかった。うん、はい。ということで、今回は、はい、ということで、今回は、てるてるの勝利でーす。イェーイ。ぼやーんってなる。ぼやーん、ばんばんばん。いかがでしたでしょうか。高評価、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。